ダミアン・エロワはフランスカルバドスケンビール出身の卓球選手。2004年のフランスチャンピオン。またバイオリンの形状をしたシークハンドラケットを使用していることでも有名である。1986年にヨーロッパジュニア卓球選手権で金メダルを獲得。1995年の世界選手権。 天津大会の男子ダブルス、1997年の世界選手権マンチェスター大会では共にガシアンとのペアで銅メダルを獲得した。1997年の大会では団体でも2位となっている。1998年のスウェーデンオープンでも優勝している。1999年の世界卓球選手権アイント方ン大会では 第一シードの大津とムきンを破ってシングルスで自己最高のベスト16に進出した。ヨーロッパトップ12でも2002年と2005年にともに3位となった。オリンピックにもバルセロナオリンピック、アトランタオリンピック、シドニーオリンピックの3度出場を果たしている。独特のフォームから繰り出されるフォアドライブや引くようなバックハンドなどトリッキーな量、ハンド攻撃が持ち味。 1997年の世界選手権、マンチェスター大会決勝では3番手として登場し、中国の王党と対戦、第2セットでは31から29と大接戦を演じた。ありがとうございます。